はい皆さんこんにちは今日も明日もあさっても実践改め実践系英語 YouTuber の坂城社長です今日も元気よく問クパート5対策の問題やってまいりましょう今回扱う問題はこちらの問題です音 今回はは使う単語はコネクションです。このコネクションというのは交流とかつながりという意味なんですが動詞形は他動詞で connect ですよねこれで悩みを結びつけるつなぐということですからそれの名詞形のコネクションは交流とかつながりという意味になるということです日本語のコネコネって言いますけどねそれもコネクションということになりますはいということでコネクション交流つながりコネでした はい。それではこの問題今日と一わかりやすく解説を加えるコーナーです。The conference 空欄 his team presented their findings has led to several valuable industry connections となっています。じゃあ、公文見てまいりましょう。はい。いつものように、文の最初の名詞ですから、主語っぽい。で、すぐ動詞が来てほしいんですが、空欄があって関係詞がいろいろ選択肢にありますから、またやっぱり弧を始めてこうでしょうと。はい。じゃあ、空欄の最後を探すために、その後ろを見ていきますと。 SVO、はい、ちゃんと揃ってるんですね彼のチームが彼らまあチームには何人かいるでしょうから彼らというのでチームを受けられて彼らの調べて分かったことを発見したことを発表したんですよねはいそして後ろを見たら新たな動詞が始まってきてますから括弧はここまでで「はずれ」これがこの死後に対する動詞だなっていうのは分かるわけですはいそして前置き足す名詞で終わりですねはいえー、とこっちもいかな はい、こんな感じ。はい、じゃあ、見ていきますと、この先行詞が、The Conference 会議という名詞ですから、この会議という名詞の先行詞が、もともとこの赤い部分に、どの形でどういうふうに入ってたのかって考えればいいですよね。はい、じゃあ、彼のチームは、自分たちが調べてわかったことを発表したんですが、そこに会議というのを無理やりこう入れ込もうとすると、どういう形がいいでしょうか。 まず「who なんですがこれ先行詞会議人間じゃないのでおかしいですね。であと会議というのは「時」でもないでしょうし「B」でもないと。であとはまあ C か D っぽいんですが所有格の「who 図」もどこにも入るようがないですよね。はいということで元々はこれ「the c o ザ・コンフェ n ンス」ということでその「会議」でというね場所的なイメージですかね。だから この TheConference がもともと入っていたこの AtTheConference のこの部分がフィッチに変わって AtFitch。はいそしてもともとはここに AtTheConference があったんですがそれが AtFitch に変わって前へ出てひっついてるわけですね、はい。ということで答えは AtFitch ということになります。その会議で彼のチームは調べて分かったことを発表したんですよね。 その会議でというのはここになりました。それがアットフィッチに変わって前で出て引っついたということですね。はい、ということで答えは D でした。はい、<noise> それでは知識が定着するロン論読のコーナーです。The conference。はい、ここで関係説始まるから切りましょう。At w h i c h his team presented their findings。ここで関係説設終わったから切る。has led to several valuable industry connections。これ一気にいけちゃいますかね。はい、じゃあ前から見確認。その会議は どんな会議彼のチームが調べてわかったことを発表したその会議ですねがつながった何にいくつかの貴重な業界のコネに繋がったんですね交流ができたつながりができたんですねはいということでこの順番で理解できればもうあなたはネイティブそれでは音読スタート

The conference at which his team presented their findings has led to several valuable industry connections. The conference at which his team presented their findings has led to several valuable industry connections. Good job.